はい、ザゲームチャンネル99です。今回ご紹介するアイテムはこちら、テンデンさんがですね日本語版を出されました私の世界の見方ですね。今日はこちらをご紹介したいと思います。はい、このですね私の世界の見方ですけど、まあ森下のねゲームの方はですねもう10年以上前、確か2004年ぐらいに出てたと思いますけど、まあ日本語版がねまあテンデンさんからアナウンスされてからね、まあこれは結構経ちましてですね、皆さんまあ待たれてたと思いますけども、この2015年ですね、まあ冬の方に出ましたので、まあ早速ねこちらの方をご紹介できればと思います。まあ箱の方ね割と小さいサイズの箱でして、いつも持ってくるジックスニムトサイズ、縦が 1.5 倍ぐらい、横も 1.5 倍ぐらいですね。ただし厚みはね、まあ、結構ありますね。まあこのジックスニムトのアミゴ箱サイズの2倍以上あるっていう感じです。中身の方ですけども、実はもうびっしりカードなんですね。もうズラ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 ーっとこっちカードが入ってて、ここまあ実際最初のところはですね、まあビニールの方で包まれたりしてますけども、まあ、ほどくとこっちにもうびっしりカードが入っていて、こっちがいわゆるお題カードで、こっちが回答カードみたいなもんですね。まあパーティー系のゲームなので、こっちの回答カードもめちゃくちゃもうスルビカラスメモでいっぱいいっぱい入ってるんで、重量感のある感じになっています。で、まあ感じのねゲームの人はね、まあおじゃりタイプのゲームなんですけども、いわゆるお題のところで、まあ、順番にね手番プレイヤーがこういうお題を1枚引いて、例えばこれ私が講演するとしたら、そのテーマはここにほにゃほにゃと共にある未来と思うってね、これ雲があるんですね、ほにゃほにゃほにゃみたいなね。例えばこれだと夜のほにゃほにゃ、おっとこれはギリギリセーフだっていうね、必ずこのほにゃほにゃほにゃみたいなね、この雲になってるところが1箇所ないしは2箇所あるんですね。でこれ1箇所ないし2箇所あるので、親のプレイヤーがこれを読み上げたら、あ、このプレイヤーはこの回答カードを持ってるんで、それっぽいなと思うものをまあここから選ぶとね。まあさっきの夜だったら夜のハロウィンパーティーっていうのか、まあ夜の絆創膏だと変だよねとかね、夜の反抗期っていうのか、まあ面白いのを受けるのかっていうのはプレイヤーによるわけですけども、親以外のプレイヤーはこっちの自分の手札から1枚どれかをこう選んで、あ、これが良さそうだなっていうのを、例えば5人でプレイしたら親が1枚読むと、まあ子供がそれぞれ1枚ずつ出してくるので4枚出てきて、あとはランダムで誰のものでもない1枚、これハズレなんですね。要は子供のどの子供でもないやつが1枚出てきて、まあこれ混ぜると、これを混ぜて親がここのお題と合体して読み上げると、例えば夜のおにぎりだ、おっとこれはギリギリセーフだとか、例えば夜のネイルサロンだとか、例えば夜の海苔塩味のポテトチップスだとか、例えば夜のにわかファンだとか、例えば夜のパスワードだとか、これどれやろうなまあ例えば夜の海苔塩味のポテトチップスが私はいいと思いますみたいな感じで、まあ親のプレイヤーが選ぶ。でこれが万が一誰のもんでもなかったら親はペナルティーをもらうと。で誰かのものであれば当然その誰かっていう人がこいつの お題カードを1枚もらえる。で、このお題カードを一定枚数集めればいいっていうタイプのね、まあ、いわゆる大喜利タイプのゲームになってるんですけども、こんな感じになっていて、ここがまあ非常にわかりやすくできてるんですね。で、このシステム的にはいわゆるまあどこかであるようなこの大喜利タイプのゲームになってるんですけど、まあ、いくつかちょっとよくできてるなと思うところがあって、これを一定枚数集めたらいいんですけど、これとこれのカードが手札で相和になってるんですね。何を言ってるかっていうと、このカード最初12枚くれてるんですけども、お題カードと合わせて12枚っていうことになってるんで、お題カードをもらえばもらうほど手札減るんですね。くれる枚数がね、だんだん減っていくので、お題カードを集めていってより勝利に近づいてくれると手札が減ってくるので、まあ、選べるものが減ってくるということがあって、いわゆる勝ち逃げするのがしにくいようになるっていうことをちょっと工夫されていて、この辺ちょっとやってみるとですね、意外と手札が減ってくると本当に選べるのがなくなってくるので、ちょっと面白く出来上がってるなというシステムをちょっと工夫してるなというふうに感じました。でもう一つよくできてるなと思ったのが、私の世界の見方と同じのゲームだと、まあたくさんあって、例えばアップルとアップル、まあリンゴとリンゴとかね、まあお題を出すタイプのゲームあるんですけども、どちらかというと比較的元の言語のここに書いてあるやつを日本語化したものが多いんですね。昔だったビクショナリーとかありましたけど、ビクショナリークイズタイプのゲームなんですけども、元々のクイズが米国風だったりイギリス風だったりするので、例えば答えがバトラーだったりして、その執事とか知らないよとか思いながらね、あるいは海外の有名なあのアクターとかね、まあ男優さんだとか女優さんだった名前があったりして、まあそもそも知らないよっていう、このお題カードもあったりして、カレットカードもあったりするんですけども、テンデンさんは他の日本語のコンテナタイプもそうですけども、かなりしっかり日本語化されていて、私も、全てのお題カード、全ての回答カードをもちろん見たわけではないんですけども、どう考えてもこれ日本で流行ってる何かからネタを取ってるとか、まあ、日本人でないとちょっと分かりにくいような、例えばこの日付とかね、8月20日はとかね、まあ何のお休みの日だったっけなとかね、例えばこれ夏の日じゃないかなとかいうのが結構散見されていて、我々日本人がこの2015年現在ぐらいでプレイすると非常に馴染みが深いお題だったり、こちらの
回答カードはかなり見かけられるんですよね。例えばこの近海マグロって多分これ外国のやつ入ってないですよね、この単語ね。さっきやったこののり塩味のポテトチップスとかあったりするので、もちろんこれあの途中のお題とか募集されたり、天然さんいろいろ工夫されたと思いますけども、このこうしたワード系タイプのパーティーゲームってたくさんあったりして、私もいくつか輸入したり自分で翻訳したりいろんなところ出たりしていますけども、このお題の方もそうですけど、回答の方もシステムはオリジナルのやつをそのまま持ってきてるんですけども、それを日本人の我々に合うように全体的にリニューアルされてると。でよく分かりやすいようにその言葉をやってるのもあるし、日本人でもなんだっけ、でもどっかで聞いたことあるなっていうぐらいのも適当に混ぜ込んであるっていうのがあったりして、特定の、あの趣味とかあれに偏らないようにうまく分散されてるなというふうにチューニングされてるなという感じで結構しました。なので割とこれかなりプレイしやすくて盛り上がりやすいシステムになってると思います。そこはまあ日本語がする時の工夫だけなんですけども、システムはもうさっき私が言った以上のものはなくて、親の順番が次々回ってくるんで、自分の親番が来たらランダムでこのお題を引いて雲があるところはホニャホニャホニャっていうふうに全員に読む。これだったら2箇所ありますけど、ホニャホニャホニャっていうのを読んだら全員それを聞いて手札にある回答カードからそれを出すと。で出したらランダムのを選ばないようにして、親は誰かのを選んであげると。誰かの選んであげたら選ばれた人はこれをもらえ、お題をもらえると。お題が一定枚数集まったそれで勝つというだけのシステムなので、そこは非常にシンプルに出来上がってるんですけども、ここのお題カードのところと回答カードの日本語版にするためのチューニングっていうのが非常に素晴らしく出来上がってるっていうことと、私元の方はちょっとやったことないんですけども、このサイズの箱のところに徹底的にこのカードの分量押し込んであるっていうことがあるので、これパーティーゲームとかね、一気に9人ぐらい前とか一気にプレイできたりするので、まあそれなりの人数でねプレイできたりゲーム会とか行ったりね、まあどっかでね旅行とか行ったりするときにちょっと仕込んでおくとかなり面白く遊べるゲームに仕上がってるんじゃないかなというふうには思いました。はい、というわけでですね、まあ、今回はですね、私の世界の見方って、まあ、オージャル系のゲームなんですけども、日本語化にあたってのチューニングのね、バランスをね、非常に私個人的に素晴らしいと感じましてね、こちらのゲームをご紹介いたしました。まあ、たくさんね、パーティー系ゲームあると思いますけどね、2015年のこの冬、年末に向かってですね、これ1個持ってても楽しめると思います。というわけで、ザ・ゲームチャレンジの春キュジキュでした。私の世界の見方をご紹介いたしました。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の押していただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。